カール・ゴルトマルク1915年1月2日、ウィーンはユダヤ人作曲家でハンガリー出身のためゴルドマルク・カーロイとも呼ばれる。最も有名な作品は歌劇、サバの女王作品27で、これは1875年にウィーンで初演されると好評を博し、1938年までウィーン国立歌劇場のレパートリーに残り続けた。 他にも6つのオペラを作曲している。ゴルトマルクのバイオリン競争曲第1番イタン作品28は最も頻繁に演奏される作品となっている。公共曲第1番田舎の婚礼作品26も人気のある作品で語学賞からなっている。順に変奏形式による婚礼の更新、縁の歌、セレナード、花嫁と花婿の庭での語らい。 ダンスと題された楽章である。室内楽曲は、作曲者の生前、批評筋には好評だったが、今日では滅多に演奏されない。弦楽五重奏曲イタ調作品9、バイオリンソナタに蝶々作品25、ピアノ五重奏曲変路蝶々作品30、チェロソナタ作品39、バイオリンとピアノのための組曲がある。ゴルトマルクの名を初めて、 ウィーンの音楽界に轟かせたのが、弦楽四重奏曲変路町長,長作品8だった。ゴルトマルクは、合唱曲や、数多くの序曲も手掛けている。晩年には、リヒャルト・シュトラウスと共に、イタリアで放送された。ブラームスは、オペラ作曲の計画を練っては何度も放棄し、ついにその方面での成功を諦めたが、自分がオペラを書いたらゴルトマルクのようになるだろうと、言って、 ゴルトマルクのオペラを支持した。また、田舎の婚礼についても称賛を惜しまなかった。その一方で、ゴルトマルクは、ウィーンにおける、最初のワグネリアンの団体を発足させている。またゴルトマルクは、ウィーン音楽院において、管弦楽法の教授を務め、シベリウスや、フランツ・シュミットがそのクラスを受講した。シュミットのオペラ、ノートルダムにおいて、 ゴルトマルクの影響が指摘されることがある。オイルービンゴールドマークは、アメリカ合衆国で作曲家になり、ニューヨークで、ドボルザークに支持音楽教師としては、アーロン・コープランドの作曲の詩として、名を残した。サバのジョー・マーリン・ロバタのコオロギ・デア・フリーム・ドリング大・大クリッグ・スギ・ファンガナ、ゲッツ・フォン・ベルリー・ヒンゲン・冬物語・シャクン・タラー・オーパス、13。 ペンテジレアオーパス、31春に、オーパス、36今しめられたる、プロメテウスオーパス、38サフォーオーパス、44、イタリアニテオーパス、49無伴奏合唱のための、雨の歌オーパス、10男性無伴奏合唱のための2つの、商品オーパス、14。春のアミメオーパス、15静かな海と楽しい。 公開オーパス。16男性無伴奏合唱のための2つの商品オーパス。17春の参加オーパス。23合唱曲集。 フーシャータールにて、オーパス、24詩編第113番オーパス、40男性無伴奏合唱のための2つの、商品オーパス、41音部合唱のための、歌オーパス、42疾風怒涛オーパス、5三つの商品オーパス、12部曲オーパス、2 2二つの、ノベレッテオーパス、2 9六つの商品オーパス、52。ありがとうございます。